皆様、プロベダム観光をお楽しみいただけましたでしょうか。ご乗車いただいているこの完全トンネルトロリーバスは、ここプロベダムから 5.4km の完全トンネルを抜けて、大木戸林までの区間をおよそ16分で結んでいます。このトロリーバスは現在日本で唯一館山黒部アルペンルートでのみ運行されている乗り物です。中部山岳国立公園内の貴重な自然環境を保護するために、排気ガスを出さないクリーンエネルギーで走行可能なトロリーバスが活躍することになりました。電気で走るため静かで振動も少ないのが特徴です。美しい景観と迫力の観光放水など見どころいっぱいの黒部ダムですが、ここで黒部ダムについてもう少し詳しく説明いたします。国内最大の規模を誇る黒部ダム、高さは186メートル、全長は492メートルあり、ダムの到達水量はおよそ2億立方メートルにもなります。これは東京ドーム160杯分に匹敵する量となります。この豊かに蓄えられた水が水面を上げながらものすごい勢いで放水される様は圧巻です。この放水の量はなんと毎秒10トン以上にもなります。観光放水は毎年6月26日から10月15日までの期間中ご覧いただけます。天気のいい日は放水にかかる綺麗な虹を見ることもできます。黒部ダムの観光期間は毎年2月中旬から11月30日までとなっており、季節によって表情を変える黒部ダムの美しい景観をお楽しみいただけます。春の黒部ダムは2月中旬でも日中の平均気温は10度前後と肌寒く、まだところどころに残雪が見られ、湖面には氷も残っています。夏は新緑が輝く清々しい景観の黒部ダム、真夏でもとても涼しく日常の暑さを忘れることができます。風を感じながらの湖上クルーズや湖畔トレッキングは黒部ダムならではの体験です。秋、紅葉の時期は早く、黒部の時期は9月中旬から木々が黄色や赤に色づき始め、黒部ダムまで紅葉が降りてくる三段紅葉が有名です。黒部の大自然と織りなす見事な景観はまさに息を呑む美しさです。長野県から黒部ダム、黒部清流館や館山ロープウェイに乗って日帰りでも楽しめる素晴らしい秋の景観は、安全にご乗車いただけるよう作業が続けられています。こうして皆様にご乗車いただいているトロリーバスも、冬の間は地元の整備工場に運ばれ、定期的なメンテナンスを受けています。トロリーバスの整備工場では、営業期間中は制服を着てお客様のご案内をしている入り組や、
流れ出しています。寒く厳しい冬を越え2月を迎えると、黒部ダムにも春が訪れ、長く雪に閉ざされていた扇沢駅にも一般の車が立ち入ることができるように、例年4月中旬に黒部ダムの観光期間が始まります。営業開始前には観光期間中の安全祈願を行っています。オープンカーニバルが開催され、観光シーズンの本格的な幕開けを迎えます。オープンカーニバルでは戦国武将勝田成政が立山を越え徳川家康に会いに行ったという事実にちなんだパレードなどが、一般市民の方も参加して行われます。雪の大谷では高さが20メートルにもなることもある雪の壁の間を歩くことができます。毎年海外からもたくさんの方が訪れています。8月1日はトロリーバス運行開始記念日です。記念日を祝い、ちびっ子駅長が活躍するイベントが行われます。この他にも毎年さまざまなイベントが行われていますので、詳しくは黒部ダムオフィシャルサイトをご覧ください。
手回り品などお忘れ物のございませんように、今一度座席付近をお確かめの上ゆっくりと降りてください。皆様のまたのお越しをお待ちしております。今のまま。